今日いきなりですね、背後霊のように現れた渡里幸吉さんが、ここからですね、いろいろ、え？やめやめよ、はい、はい、ここに言わなくてもやめるから、遠吠えで言ってくれれば。大丈夫かな、これ。はい、どうも、はい、はい、どうも、はい、こんばんは、ありがとうございます。興奮したから、お先です。いろいろ先生にも、昔からお世話になってありがとうございます。で今回だから不要不急っていうのがまあまあ、 あの美術館だけじゃなくていろんな業種が全部出た中に美術館もその中に入り、まあ、あの締めましょうと、うん、でもちょっとこうえアート不要不急なのかと、うん、でうちはあの広くないので1000平米以下なので別にまあ常識的にはやっててもいいと、うん、でもまあだったらやるかっていうことで、うん、まあバイアポイントメントでずっとやらせて、うんいただいたんですけど、でもやっぱり皆さん出ないので、まあ、なんかしなきゃいけないなっていうところで、まあ、パッと思いついたのが、あのまあ、うち今年で開館30年なんですけど、その過去のいろんなその催し物こういうトークとか、ワークショップとか、そういうもののデータがすごい膨大にあってですね、うん、段ボールの箱に多分20本ぐらいあって、うん、それを全部ごつごつやって、まあちょっとずつ、そのアーカイブとして、まあ、あの残したらいいなっていうものを公開しようってことで、まあ、あの動画公開とか、そういうのをやったらいいかなっていうふうに思ってそれこそな先生にもお世話になったのダライラマの講演会っていうのも実はこの同じ場所にダライラマのこの辺にお座りいただいて、覚えてる僕はあの辺に座ってる記憶がありますでその映像とかも公開してそうですね先生もあの先生は本当に2回質問して、講演会やった最後が先生の質問、まず1回目、うん、で実はそれ、そのパブリック園終わった後に、うん、うち実はの渡りもすごく変わっていて、一番上があの母の住居で和室とか結構ちゃんとした和室があって、でそこで先生がそのダライラマに質問したんですよ。でみんなやっぱり筑紫哲也さんとか、磯崎新さん、当時のオムロンの、まあ、重役みたいな人が、はい、なんかいらっしゃったんですけど、皆さんやっぱりその、ダライラマに、どうしたらいいんですかとか、あの、どう思いますかってことばっかり言ってたんですけど、ヤノカイ先生だけ、僕は今のあなた何ができますかっていうふうなのを言って、僕はもうちょっと目が点になって、ダライラマにできることを質問するとか、こう聞くっていうのが、やばいこの人って思って、それがね、僕はやっぱり、山中先生の一番の、やっぱずっと残っていて、だからまあ、あの、ところどころで、まあ、あの、アーティストだったり、まあ、キューレターと呼ばれる美術館を作る、運営するような、あの、作る人なんかの、あの、来た時に先生とお話ししてもらったりとか、まあ、一回は、この、マットレスを丸めて、それを路上に置いて、それは作品かどうかっていうのを、先生は作品じゃないだろう。でも、キュレーターは作品だぞっていうのを、延々こうバトルで1時間に。あれありましたね。ベルシャロンの電気なんだあれはって言ったら、もう、うわーって攻撃されたね。で、そのいろんなのが残って。まあ、そうですね。そういう、あの坂本龍一さんがちょっとコンサートやってたりとか、そうでね。はい。そういうものは結構あるので、それをせっかくだから、あの、昨日新しいのをやったのは、公開したのは、田中みにさん。おうおうおう。田中みにさんはダンスをやってるんですけど、皆さんあんまりご存じないんですけど、あの方はあのダンスもやりながら、山梨県で農業もやってるんですよ。ガチでこう農業やりながら、もうスクワットなんか全然、スクワット関係ない。僕はだからここの一列をやるだけで、スクワット何回分やるっていうふうに決めたりとか、はい、いろんなもの全部、こう、自分で作ってらっしゃる、うん、本当に坂野さんなんかも坂本龍一さんなんかもあのミンさんのお茶しか飲まないみたいな実はあのそういうようなネットワークっていうのもあったりしてあんまり田中みんさんって自分のことを知らないんですけど、うん、それをあの話したりとか、まあ、貴重な僕らがあの今の人たちにこれ渡り湯の美術館をクリックすると、はい、上一番上の方にあのこれがねこういう、あの、あ、これが出る。はいはいはい。それをクリックすると見れる。はい、それを、のサイトに飛びます。あの、Vimeo っていうところの、うんうんうん、あの、システムを使わせてもらってるんですけど。なるほど。
で、来れない人はこれで協力せよということですよ。そうですね。本当に価値があるんだ、この美容が。だってね、僕すごいと思いますよ。日本政府はね、クリントンだってダライラムなんで、日本政府はね、公式に呼ばないもん、ダライラムね。ね。それは中国にやるだとか。でね、何を言ってるんだと、さっき言ったように、のらりくらりなんだから、ダライラムも呼んでプレッシャーかけなきゃダメなんだ。で、どこが呼んだかって、アトリウム呼んでるんですよ。ここでマンダラ作ってるんですよ、ね。まあ、1ヶ月、お坊さん4人がずっとマンダラを作り続けるで。で、最後にね、気合を入れるときに来て、僕ね、やっぱり高僧、偉いお坊さん、はい、うん、と思ったのは、日本みたくね、このしかめっ面らしくやんないのね、前に出て、やっぱ、やってるんで、で、後ろの方で若い僧がいい声すると、振り向いて。それこれはやらなかったけど、いや、あれを見たときにね、やっぱり本当にすごいお坊さんっていうのは、こういうことなんだな、オーラをね、で話の途中にこうボリボリって足とか隠して、素晴らしかった。いや、あれこそ、いや、そういう人たちがここにも来てるし、まあ、そうですね、その中で見れるし。はいはい、でも現物を見に来てほしいですね、ここね。この不要なものは世の中にない。なんかね、最初は通信ぐらいだね。いや、でも、最初君の新しく出た本、実はうち娘がいて、高校で今度どこの大学行こうかっていう時に、もう最初君の本をバイブルのように読んで、もうね、ちょっと。もう不戦的でしたよ、自分の。お前、まだ読んでんのかよって言って、読んでる。今日ちょっとそれで。なるほど。お互い持ち上げ合ってますが、いよいよ時間も。時間ということで、一旦ですね、一人ずつメッセージということで、僕の方からはですね、今日、ちょっとこの本をね、自慢しようと思ったので、未来の学校の作り方。このコロナ危機の書店危機にクライシスにかかわらずチームでズームイベントに切り替えることで、1000人以上の若者が来てくれてですね、でみんながこれを応援したいというので買ってくれて Amazon の世界1位おぉーおぉーおぉーと思ってましたが、今日ね、この明治のクリエイティブリスポンスを聞いていかに小さかったかと。100回言ったべ。お感じまして、令和のクリエイティブリスポンスは、まあ、僕たちが作るわけでございまして、これがね、ベストセラーになったって自慢してる場合じゃないというのを強く思いました。と自慢しました。じゃあ、先生どうですか。どうですか。いや、もう本当に繰り返しですけど、当たり運っていうのが日本の中にあるっていうことは本当に宝だなと。で、ユリイカで見たヤドカリの入っているあれに比較しちゃいかんだけど、それぐらい心がやっぱりここ来るとあったかくなるんで、ほとんど忘れてるのがほら、なんだっけ、グレープフルーツパチンコで飛ばせる。なんだこれやと思ったら、ああいうのがよ最終的に評価されるんだよね。変な話なんですけど、美術界でイノベーションをやってる連中を僕らは呼んでるつもりなので、はい、だから本当価値観が変わるようなことに出会ったのをみんなに見てねって言ってるのが話なんですよ。絶対人生行き詰まったらここに来てください。僕のメッセージでした。じゃあつくさんの次にくさんで、はい、ありがとうございました。今日は最初にアツくんから声かけられて、このコロナ期にもしトラジロが生きてたらどうしてましたかねって言われて、あまりそういうこと考えてなかったんです。で言われていろいろ考えて、きっとどえらいことを思いついてやってただろうなって思ったんですけれども、じゃあそのどえらいことって何なんだろうって考えた時思いつかなかったんですよ、っていうのはまだ私が人間の器ができてないんだなと思って、でそれが結局自分に対してももしかしたら熱くからのなんていうのかな、やりなさいっていう使命感だったのかなと思って、今日々この時期自分だったら何ができて、何がまあ大げさだけど
自分の周りを変えられるか、それが将来世界に変えられるようになるかって思った時に、やっぱりその日々の子供との接し方であったり、あとは今回本当に思ったのは人の温かさ、こう2メートル離れないといけませんとか、ハグができなくなっちゃったけれども、うん、その人の言葉の優しさだったり、この笑顔だったりっていうのはすごく大切なんだなっていうのを思ったので、そういうものをこう自分も大切に持ちながら、こうアートのことをもうちょっと広められるように自分なりに頑張りつつも、自分がやりたいことをやっていくことがもしかしたらみんなを変えていけるのかなって勝手に思っているので、うん、やりたいことやっていこうっていうふうに思いました。先生、ありがとうございます。ありがとうございます。素晴らしい。小石さん、どうでしょうか。僕は粛々とあの震災があった翌日も渡りも開けるとか、うん、まあこの不要不急になっても渡りもいつも開いていて、まあ、あのバイアポイントメントでしたから半分ドアが開いてるぐらいで、トントンとやると開くっていう、なんかね、完全に閉めちゃうっていうのがなんか非常に抵抗があって、チョイスがあるっていうのがすごい大事だなっていうふうに思ったので、それはかなり死守し、あのちょっとこういろいろ言われるも知るし、いろんな取材も来るんですよ。唯一開いてる、関東圏で唯一開いてる美術館っていうので来るんだけど、いやそれ売り回したいわけじゃないので、一応全部取材をお断りして、いやこういう動画のやつやってるって、これだったら出ますよみたいな感じを言ってたりとか。だから本当に文化っていうの、僕はやっぱこう自粛とかそういうのをして時間がすごいいっぱいあった時に、やっぱりね、なんかこうクリエイティブなものがないとイライラし始めて、なんかやっぱ自分の中に欲してくるんですよね。なんかビタミン剤と同じように、だから全部はいらないんだけど、その生活してるうちの 20% とかそのぐらいは僕にとっては非常に大事なものなので、ないとやっていけないので、まあまあ粛々とどんな時代が来ようが潰れないでやるというところが大事、はい、大事かなと。もうひとたかにのらりくらいといかないですね。はい、そう思ってます。まあ、そんな感じ。ありがとうございます。では一旦ここで1時間を締めて20時から質問に答えようと思います。どうもありがとうございました。ありがとうございます。これからが面白いんだよ